おしゃれー。もああ、いやー、ホームランバープチパリチョコとハイボールの相性最高だな、本当に。あ、どうも、料理のおじさん、リュウジです。今日はね、最初からすいません、やってます。チョコレートアイスとね、ハイボールの相性最高ですもんね。おいしいです。はい、ということで、料理のおじさん、リュウジでございます。言えてた、言えてたね。はい、今回はですね、さっき食べてたのがホームランバー。実は僕、結構思い入れがあって、子供の頃に結構食べてたんですよね。私はね、銀紙に包まれるんで、剥いて、食べてたんですけど、安かったんですよね。買って食べてました。ホームランバーを使って超おしゃれなスイーツにですね、変身させたいと思います。それではやっていきたいと思います。材料紹介に行ってきます。行ってみます。はい、ホームランバーです。60周年、記念すべき60周年に到達したホームランバーですね。相当昔からあるんです。それは食べたことありますよね。今回これのバニラ&チョコを使っていきます。これね、バニラとチョコ味が1つずつ入ってるんで、両方楽しめるっていうのが売りになってますので、今回は両方の味を生かしたレシピにしております。春巻きの皮なんです。春巻きの皮を使ってランドリーホームランにします。はい、いちごソース、はい、これも市販のものでいいです。はい、チョコレートシロップ、これも市販のものです。なくてもいいんですけども、彩りにミント、僕がマンルーホームランするためのヘイボールですね。匂いだ。ということですね、やっていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。まずですね、この春巻きの皮ですね、お水をスプーン1杯ぐらいかけていく。ひっくり返したりして、湿らせてください。こうすることによって、この春巻きの皮がですね、柔らかくなって、なんとですね、クレープっぽくなっちゃうんですね。手に水をつけて湿らせていきます。はい、湿らせることによって歯切れが良くなるんですよね。春巻きの皮っていうのは大半のものが最初に焼いてあるので、火を通さなくてもそのまま食べれる。切っていきます。1等分にしていきます。で、ここでですホームランバー、バニラ味と食味を1つずつ用意します。こんな感じで、こんな感じでね、こいつをですね、こうやってね、巻いていくんです。こういう感じで巻いていくんですよ。こんな感じで、クレープをまとった感じです。そうしましたらですね、こちらもう皿に盛っちゃいます。にチョコソース、バニラにチョコをかけて、おしゃれー。チョコレートにこのいちごソースをかけます。おしゃれ、もう、うわ、これはいいわ。原宿で店出せる。ワンルイホームランバークレープの完成でございます。お酒飲んで暇な。はい、ではですね、出来上がりましたので、早速食べていきたいと思います。そのホームランバーをラムと一緒に今日はいただきたいと思います。バニラの方からいただきます。はい。クレープだ。ラムとはね、これはうまい。めちゃめちゃ美味しいです。何十年も巻いたクレープがすっごくもちもちして、めちゃめちゃうまいです。これ水を含ませることがポイントですね。たるまきの皮で巻くことにより、ものすごくね、スイーツ感が増す。大人も楽しめます。これはチョコレート&いちごも非常に美味しい。十分に全体を、水で、かつ湿らせすぎないようにやってください。結構ね、それ食感が違ってくるので、全く湿らせないと、歯切れが悪くて噛み切れなくなってしまいますので、いちごの風味がすごくよく合います。お子様も大喜びですが、ラムを付け加えていただければ大人も大喜び。このホームランバーはね、楽しみ方もう一つあるんですね。当たり付きなんです。1塁打1ポイントです。はい、1塁打です。はい、1塁打だと4本集めると応募できます。ホームランだと1本で応募できます。2塁打だと2本、4ポイント集めてくれみたいな感じですね、これね。はい、で応募してるんで、こういう楽しみもありますので、皆さんね、ぜひぜひ、アンルイホームランクレープを食べていただいて、ガンガン食べていただいて、ガンガン応募していただければなっていうふうに思います。ということで皆さん、めちゃめちゃ簡単。水につけて巻くだけでができちゃいますので、皆さん、ぜひやってみてください。ではですね、今回の料理、
美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。